はい、皆さん、毎度毎度。まあ、先ほどの続きだね。ただ短くなりゃいいって問題じゃないかね、カットっつうのはね。何かしらやっぱり形ついてないとね。で、本人が納得しなかったら返せないわけじゃない、どんなに短く切っても。だそれが怖いんだよね。たださ、まあ、美容師が猿みたいにさ、パカ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 バサバサ切ってさ、はい、切りましたってんでさ、切れって言われたから切りましたじゃさ、女美容師じゃないかんね。やっぱり怖いんだよね、切っていくの。でもこのままじゃ返せないかんね、後ろね。だけど男の人だったらこれでほら、ワックスだの、ジェルだので固めちまえば格好になるからいいんだけど、で、またさ、これさ、襟足さ、もう自分で刈り上げて、ほら、バリカンで2ブロック入れてんだよね。だこれが、何ミリ、1ミリぐらいの、1ミリか2ミリのバリカンで、ただ、ねえ、やってるだけなんだよ、ツルツル、ツルって。まあ、床屋さんだったら、どんな状況でも慣れてると思うけどね。それこそ、フェードカットになってるわけだよね。だフェードから長いとこへのつながり。だまあ結局、モヒカンみたくなっちゃうんだ、結局ね。でも怖いから切れねえんだよ。根性ねえから。あんまりでもうちもフェードカットなんかやらないからね。でも、まあ、この子フェードカット状態だね。でもカット中にね、深呼吸するっつうの、これはね、非常に大事だと思うね。やっててね、仕事ね。で、深呼吸しなかったら結局無駄なさ、意味ない仕事をしながら、意味ない仕事っつうのはカットしながら休んでるカットだよね。だから意味のないカットをさ、なんか頭の中で、なんか独り言言いながら切ってるっつうの？そういう状況でね、それだったら椅子に座って休んで深呼吸して、お客さんと打ち合わせした方が仕事が早く進むっていうの？だから本当にね、このカットチェアっつう存在？これは大きいね。これ美容師、自分も何十年もやってきて、ここ2年ぐらいから椅子に座るようになったんだけど、本気でね。本気で椅子に座るようになったね。まあ疲れてってのもあるからね。でもその椅子に座ってる間に呼吸を整える、脳の、酸欠を止める。で、これね、今回途中でね、水飲み行ってる自分はもう疲れちゃって。やっぱり、そういうの大事だね。本当に、一呼吸置いちゃう。水を飲みに行く。まあ、トイレ行ったって構いっこっちゃないよね。で、深呼吸をして考え事をするっつうの。で、脳をリフレッシュさせながらね、やっぱり、仕事をして、いい仕事を提供するっつうの。これ今トップあたりのね、色の染まったとこ切り取ってんだけどね、いやー本当に切り取れない。何なんだろう。意外とさ、思ってる以上に染まってるんだよね。で、根元5センチぐらいかなと思ったけど、最後の5ミリがさ、切り取れなかったりね。で、今一生懸命切ってんだけどね、そんでもまだね、形になってねえんだよ、これ。よく正面から見ると。男の人だったらこれジェルで貼っつけて吸いちまえばね、なんとかなるけど、女の子でしょ？あんまりジェル使ったりしないし、まあ、椅子に座って、切らねえと帰らねえだろうなと思ってね、まあ、構えてんだよ、やっぱり、モヒカンみたく切らないと。やっぱり、心が疲れてると手が止まっちゃうんだよね。脳疲労を起こしてくるとね。なんだ、ちまちま切ったってさ、何も改善しないんだよ、あんなの。やっぱり、バスッバスッバスッってやと、芯を切っていかないとな。ああ、はい、お疲れ様でした。